九州はおよそ1ヶ月ぶりの久々の雨となっております。熊本市からいただいたリポート見ていきましょう。何日ぶりかなと思うくらいの久しぶりの雨ですといただきました。雨がさーっと降っていることがリポートでも確認できますね。こちら熊本の方では 0.5 ミリ以上の降水がありますと32日ぶり、福岡は31日ぶりといずれもおよそ1ヶ月ぶりの雨となっております。では雨雲の様子も見ていきましょう。今日は南岸通過する低気圧前線の影響で九州広く雨が予想されております。この後さらに雨のエリアが広がり一時的にざっと強まる恐れもあるのでご注意ください。西日本は西からだんだんと雨が降り出します。九州以外も大阪などでも降るとおよそ1ヶ月ぶりの雨となります。恵みの雨となっています。家を出るときに降っていなくても折りたたみ傘を忘れずお持ちください。